皆さんこんにちは、ワダルグルビッシュです。では今回はパーツオブアイアンホール、ソ連軍編、続きをプレイしていきたいと思います。続きと言ってみたもののですね、前回要塞戦術でドイツに挑んだんですけども、これがですね、完膚なきままに叩きのみされてしまったので、今回は戦略を一から構築し直していきたいと思います。なんとかね、この最強ドイツ軍に対して、勝利という形でこの対戦を乗り切っていきたいなと思っているので、そのための新たな戦略をですね、構築していきたいと思っています。ではドイツに対しての戦略なんですけども、まず一つ目、ドイツのポーランドへの侵攻、いわゆるライン半島進駐ですね。これが起きて国境が変わったらですね、前回は国境沿いに要塞を並べました。ただこれ簡単に突破されてしまったので、今回は要塞を作るのをやめます。国境が変更になるまではひたすら兵器工場を建設、兵器を量産します。量産対象はですね、歩兵装備、対戦車砲、野戦砲、それに中型戦車、これを大量に生産していきます。続いて、航空戦力は戦闘機に生産を集中します。制空権を完全に取る。これに集中的に航空機を投入するために戦闘機に生産を集中します。そして第3になんですけども、ドイツがポーランドへ侵攻して、国境線が変更になったら、その国境沿いにですね、要塞ではなくて補給基地を生産します。これで前線に大量にですね、兵器を伴った師団を送り込んで、補給を十分に行う。今回はこの戦略でいきたいと思います。もちろんですね、師団の編成もしっかり見直していきたいと思いますので、まずは今お話しした戦略にのっとってですね、初期の操作を行っていきます。はい、ではまず最初にお話ししていた兵器工場ですね、これモスクワ近辺中心に大量に建設中です。これから行っていきましょう。はい、ドイツがポーランドに宣戦布告しました。これで、ドイツとポーランドが戦争状態に入りましたので、ドイツが確実に勝利してドイツとの国境が変わると思います。そしたら先ほどお話した通りですね、前線となるその国境に補給基地を建設していきたいと思います。はい、ドイツがポーランドを屈服させてですね、これでドイツとの国境が変わりました。この国境沿いですね、この国境沿いにお話した通りですね、しっかりと補給基地を確保増強しておきたいと思います。はい、バルト三国併合するところまで持ってきました。侵略に関しては前回と同じなんですけども、冒頭でお話した通りですね、戦略は大きく変えています。とにかく前線に多くの兵を、装備が充実した状態で送るという、作戦指導のもとですね、前線にとにかく補給基地と、そして兵器の量産というところを中心に行っています。これ引き続き行います。建設級の中にはよって、補給ラインや、その補給ラインを支えるための鉄道整備、それに兵器工場の建設、これ中心に行っています。まだ1940年、ドイツと戦端を開くまでには時間がありますので、このままですね、補給ラインの強化と兵器の量産体制の強化、この2つ軸に進めていきます。編成の方もですね、大きく見直しを行ってます。しっかりと対戦車砲、整備兵、これを入れて戦闘正面幅20前後になるように調整を行っています。歩兵も同じく正面戦闘幅20になるように調整を行いました。これでドイツ軍とね、ぶつかった時により効率的な戦いができるように行っています。それと同時にですね、今ご覧いただいているように戦車、これもしっかりとですね、アップグレードをかけています。中戦車、重戦車、
ともにアップグレードをかけていきましょう。開戦までに間に合うようにしっかり、準備を行っていきます。はい、今1941年4月23日になっています。ドイツが我々に対して宣戦布告する自由を得たということで、いつドイツと開戦してもおかしくない状態になりました。前回と違ってですね、今回前線に要塞は用意していませんので、初戦どうなるかちょっと注目してます。このまま開戦の時を待ちましょう。師団の編成的にはですね、もうちょっと戦車を増やしたかったなぁという思いがあるので、この後もですね、兵器の生産は戦車、特に軽戦車ですね、これの生産量を増やしています。ちなみに前線におけるですね、補給は全部グリーンライトですね。これであれば補給で敵に遅れを取るということはないかなと思います。はい、ついにドイツが、戦線を布告してきました。ちょっと初戦どうなるかドキドキしてるんですけども、この時のためにですね、前線に部隊を送り込んでも耐えられるだけの、まあ、いわゆる防衛戦力ですね、これを展開できる余力を残せる補給ラインを築いてきましたので、思い切って前線に部隊を展開していきましょう。で、虎の子の戦車はですね、モスクワからレニングラード、この辺りにかけて展開してあります。必要に応じて前線に部隊を送っていきたいと思います。ついにこの時が来たなという感じがしますね。ゆっくり時間を進めて、様子を見ていきましょう。各戦線の様子ですね。いきなりこのビンスクあたりが危なくなってるな。いきなり敵部隊の進行を受けてますね。ここに戦車手段を送りましょう。急いで、で敵を押し返します。あとはどうだろうな、ルーマニアとの国境も危ないですね。ここにも戦車を出しましょう。これでもう戦車の余力はなくなりました。残ってる余力のある師団も18師団、これだけですね。これどうだろう、モスクワ近くまで、いやミンスクまで進軍しましょう。ここからね、ちょっとじっくり見ていきたいと思います。ご存知の方多いと思うんですけども、緑が、有利な戦線、レッドが不利な戦線になってます。戦車を投入したところでもし戦線をですね、押し返せないなんてことになると本当に苦しくなりますね。ちょっと戦車を送ったところがうまく機能してないかな。この辺りなんですよね、戦車を送っているのが。場所でいうとここです。ここにご覧のように、ね、戦車が見えているように、戦車を送り込んでいるんですけども、この戦線がうまく機能してないですね。まあ、戦線崩壊とまではまだ言ってないですけども、有利な戦線がほぼ皆無というかなり苦しい状況が続いてます。ルーマニアとの国境に送った戦車部隊が到着してますね。この戦車部隊で、まあ、なんとか戦線を維持して連合軍側の反撃を待ちたいというところになります。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。まあ、まずはミンスクが絶対に取られないようにっていうのはね、最新の注意を払って、いきましょう。余剰の戦力もこの後あまり期待はできないので、今いる戦力でなんとかね、この戦線を維持する、これに注力していきましょう。では今回はここまでにさせていただきます。 you